ステファン・ゴジンホ・ロッペス・モライスは、ヨーロッパのビジネスマネージメント及び投資家である。ポルトガル人。1973年、イギリスのロンドン生まれ。ポルトガルの弁護士である父の下で、リスボンにて育つ。ポルトガルで最高峰の学府である、コールヘオ・サグラド・コラソンで、マリア・コールヘオ・バレザ・シーナで学ぶ。最も権威のある、工学研究所である。 インスティートゥートスペリオルテクニーコでリスボンを卒業し、土木技師の学位を受ける。1996年の卒業生で、最後の学期をパリの国立土木学校で過ごす。2000年にハーバードビジネススクールに入学を許可され、セーンズベリーマネージメントフェローシップを授与され、プライベートイクイティを専攻し2002年に卒業する。モライスは、 コロクログループリミテッド UK でキャリアをスタートし、モザンビーク、パキスタン、パナマ、チリの多国間機関の民営化プロジェクトに従事。その後、アーサー・アンダーセンに勤務するため、ロンドンに移住。エネルギーとユーティリティーチームのシニアコンサルタントとして勤務。経営管理学習し、ポルトガル政府に任命され、国営投資コングロマリットであるイペの民営化に従事し、 国家のエネルギー政策の草案に関わる。2003年にエイナースでポルトガルに CEO として参画、ついでビルバオのネイチャーガスエネルギアセルビチオスにマネージングディレクターとして参画。ハーバード大学においてプライベートイクイティを専攻した関係で2006年に他の投資家とともにポルトガルのメジャーな家具製造を呼びデザイン会社である手まほめを買収。 2009年末に手間褒めを去る。2010年にはポルトガル人として初めて世界経済フォーラムのヤンググローバルリーダーに選出される。他には不動産投資会社のクリムゾンインベストメント、マネージメントの非常勤役員、2007年に他の投資家と共同設立したモデリング、セレブリティマネージメントエージェンシーであるライトモデルズの社長を務め、 いくつかの企業のアドバイザリーボードを務め、金融及び戦略的な助言に努めた。2010年に、ポルトガル最大の銀行、グループを会社ゲレルデリパシトスに理事として参画、及び、モザンビークの新しい投資銀行、バンコナショナルデインベスティメントのエグゼクティブバイスプレジデント及び、CFO として勤務。モーボリアーリオ M ノーティシア10-22-2009 DME Official List of 2009 Winners Archived 2012年3月18日アットザウェイバックマシンジョーネル OJE11-24-2009 チェントロッポートゲイゼイリデザインハット CEO コラボレーティブフォーラムありがとうございます